さんこんにちは、秀丸です。今日は、この度京戦士という自助伝を後輩のトケシが発売したんで、その話をちょっと今日は本日は聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。早速なんですが、この本を出すきっかけとなったのは何ですか？急に、まあまあ急にというかね、まあトケシの中ではいろいろとあったかもしれないけど、まず僕的にはその何か形を残していきたいっていうのがあって、映画になったじゃないですか。映画も出た、はい。地上波の特集も出たし、うん、あとはもう本かな、本出したいっすって発信してたら、このクラウドブックスさん、クラーケンラボンで、ここからじゃあうちからって話もらって、で出すことになりました。このタイトル見てください。京戦士、はい、バーサーバーサーカーバーサーカー。なんでこのタイトルにしたんですか？これはミャンマーで呼ばれてるニックネーム。そうそうそう。あいつ日本人なのになんであんな毎回毎回こうハングリーに戦うんだっつって。あ、そういうね。いや、すごい強い名前だからさ。なんかインパクトあるよね。まあそういう経緯か。はい、そうです。じゃあ次。それはすごくシンプルに誇りに思うというか、嬉しいですよ、褒め言葉です。だから、はい、ありがたいお褒めの言葉っていうふうに捉えてます。まあ認められてるっていうことだよね、はい、そうそうそう。あっちのもうミャンマーの人たちに、はい、ありがたいです、うん、で、この本のさ、はい、あ、帯を書いてくれたイブシさん、イブシ選手、はい、この書いてくれた経緯っていうのは、いや、イブシさんが、関係というかさ、こう、あ、なるほどなるほど。ノックアウトとかでもいつもその協賛してくれてる、うん、創世の大河とか、はい、森先生、森先生、はい、森先生から、あのトケシ、あのイブシがトケシに会いたがってるんだけどって言われて、え、なんで、イブシさんって新日本プロレスのスター選手なんで、うん、東京ドームのメインイベントやってるような選手なんで、なん、ね、でなんですかって言ったら、そのラウェイに興味が昔からイブシさんはあって、でそのラウェイに出続けてるトケシに興味があるらしいよって言って、話もらって、どっかの飲み会の時に森先生がイブシさん呼んでてくれたんで、話してたら、まあすごくこう、イブシさんプロレスで、僕はラウェイなんですけど、すごくこう考え方に通ずるものがあって、はい、でその中で、まあ、LINE とかもよく試合の前後で、お互いの試合前後で LINE とかよくするんですけど、そういう時に、まあ、イブシさんが実は映画の舞台挨拶に来てくれて、うん、その時に、まあ、トケシさん その顔は、ラウェイの戦いでした芸術的ですって、芸術、うん、いう風に表現してくれて、やっぱこうあのボコボコな、そうそうボコボコなやつじゃあそれは何ですかね、プロレスだって言葉、パワーのある言葉を使うのがうまいなと。はいはいはい。トケシを捕まえて芸術とは、僕は思いもしなかった。すごくそれはありがたいなと思って、イブシさんに、本の帯ぜひその言葉使いたいんですけど、その中ぜひじゃあお願いしますっていうふうに、はい、OK をもらって、はいはいはい、こうなりました。でもすごいよね、それもやっぱり。まあ、ラウェイで活躍して、
そういうつながりができてっていうことだからね。本当ありがたいです。ありがたいな。だからみんな世界一過激な格闘技ミャンマーラウェイで強戦士の異名を持つ王者が語るノーブレーキの自助伝ですか。一人一冊は必ず買いましょう。自作に絶対お願いします。それでは最後になるんですけど、はい、まあ本を書くきっかけともなったミャンマーラウェイ、はいはい、でミャンマーでトケシは学校を今建てたのは今どれぐらい建てて、建てたのは2つ建てて、うん、もう1個は携わってます、はいはい、3校か、はい、で今後ミャンマーでなんかこうやっていきたいことっていうか、それはだから、まあ、ミャンマーが今すごく夢というかね、もう目標になるんじゃないかな、はい、まで来たら。僕が行った頃のミャンマーとは今違う形になっちゃってて、すごく自由にも行けないし、今は明るい状態とは言えないと思うんですけど、国の問題だな、はい、でもまあそれを変えるのは将来になってる子供たちだと思うんで、その子供たちの、教育、面を僕がサポートしていて、すごくこうより良い子供たちが将来のチョイスできるような、環境づくりをできたらいいなと思うんで、学校教育に力を入れてるし、でそこからまあ学校教育してるのは日本に来たい子たちがいるんだったらそこのサポートもしてあげて、はい、でまあ、そういう特定技能とかで日本に来て仕事を覚えて活躍して、お金稼いでミャンマーに送るでもいいし、ミャンマーに戻ってまたそれを生かしてお金稼ぐ形を作るのでもいいんですけど、まあ、そういう架け橋にこけしを介して企業と出会ってちゃんとした企業に、まあ、今こう良くない会社は、呼ぶだけ呼んで安月給働かせて使って逃げちゃう、はい、で逃げた外国人がお金に困って犯罪を犯すっていうのが、まあ、割とニュースで何人が問題を起こしました、はい、不良外人になっちゃってっていうのに、ね、やっぱならないように僕も責任を持ってその間仲介業じゃないですけど、人と人とつなぐ本当架け橋になり、はい、たいです。ミャンマーの子供たちの未来を作ってあげたいということだね。そう、素晴らしい。いやいや本当に素晴らしい。だって普通にね、なんかやっぱ俺もまあ年下だけど本当にあすごいなってもところからやっぱ感じるし思うもん。なかなかねこう簡単にはできることじゃないし、やっぱりよく綺麗事なんてっていう人もいるわけじゃん。だけどさ、やっぱり実際にこうやってやることってすごく大事だと思うから、やっぱ本当尊敬してます。綺麗事をね、と形にどんどんしていきます。ぜひトケシ公平をこれからチェックしてみてください。今日の動画は以上になるんですけど、まあこんな感じで、トケシ公平すごい熱い男なんで、ぜひ強制し読んでください。概要欄にね、貼っておきますので、Amazon のリンク貼っておきます。お願いします。ぜひ、ご購入してトケシのことを知ってもらえればなと思います。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。